そろそろ海に行くんだよね。大仏様は大きいな。何でも受け止めてもらえそうな気がしちゃうね。はい、悠然と構えていて、こうして近くにいるだけで心が安らぎます。ねえねえ、二人とも早く次行こうよ。こらこら、リンちゃん、きちんと大仏様にご挨拶したん？大仏様にご挨拶？それって必要かにゃ。当たり前です。こんにちは。いいですよ、リン、やればできるではありませんか。よかったよかった。で、次はどこのお寺にしよっか。まだお寺見に行くにゃ。さっきからお寺と大仏様ばっかり見てるじゃん。日本のスクールアイドルですから、やはり和の心は外せないと思うんです。そうやね、うちの体にどんどんパワーが溜まっていくのを感じるな。鎌倉旅行はやはり名所を巡るプランにしてよかったです。どうしたのですか、リン。話が違うじゃん。本当の目的は海を見に行くことじゃないにゃ。海？リンちゃんは鎌倉の海が見たかった？そうだよ、だってあれって言ってたし、鎌倉のあれって言ったら海だと思ったから。あっちゃー、そうだった。だからさっきからなんか噛み合わないと思った。そうだったのですね、リン、すみませんでした。きちんと3人で話し合わなくてはいけなかったのに。冬だし海のことすっかり忘れちゃってたな。ごめんね、リンちゃん。鎌倉なら海が見えるカフェで3人でお茶できるんだと思って。リンね、海ちゃんとのぞみちゃんと一緒に海に行くのも海が見えるカフェに行くのも本当に楽しみにしてたんだよ。だからね、行けなかったらリンすごく悲しいよ。リン、行きましょう海に。うん、今から急いで海に行って、それから海が見えるカフェでお茶しよう。海ちゃん、のぞみちゃん。わあ、海綺麗やね。寒い。でもすごくいい感じ。ええ、冷たい風が気持ちいいです。これが鎌倉の海か。海も広いし空もいっぱい広がってるんだ。ね、足元見てごらん。あ、これは貝殻。ピンク色で綺麗だにゃ。水は、うわー冷たい。ねえ、海には入れないからみんなで砂浜歩こうよ。うん、リンちゃん海に来たかったのに待たせちゃってごめんね。リンこそごめんね。絶対海に行くんだと思ってたからびっくりして。リン、ありがとうございます。リンのおかげでこうして3人で海に来ることができました。冬の海も素敵なんやね。リンちゃんが教えてくれなかったらうちら気づかないままだったな。海ちゃん、のぞみちゃん、リンも海ちゃんとのぞみちゃんのおかげで鎌倉の歴史にちょこっと興味が持ててよかったと思う。一時はどうなることかと思ったけど、やっぱり素敵な素敵な旅行になったね。今日は海辺のお散歩だけやけど、暖かくなったらまた3人で来ようね。うん、絶対約束。海ちゃんニヤニヤしてる。何か思い出してたの？スクールアイドルをしていてよかったなと考えていました。お互いの考えや気持ちに触れられて、大切な仲間と大切な思い出を作ることができました。これだけ仲が良くても今回みたいにお互い勘違いしちゃったりすることってあると思う。今回はうちらが勝手に旅行プランを進めちゃったのがいけなかったけど、
でもちゃんと謝れるし、ちゃんと仲直りできる。友達、仲間っていうのはそこが大事なんやないかな。うん、喧嘩なんかもともとしてないけど、もっともっと仲良くなれるんじゃないかなって思う。ふっくしゃん、でもやっぱり寒いにゃ。長い時間ここにいたら風邪をひいてしまいそうです。次は海の見えるカフェに行きましょう。やったー。空気は冷たいけど心はポカポカ、あったかいね。はい、心はまるで真夏のように熱く。それは言い過ぎじゃないかにゃ。そうですか。よーし、走っていくよ。